武士も。クラフトエッグ。今のが工藤春ってのはわかるわ。工藤春香さんってことはわかりますわ。セカンドアニバーサリーガールズ&パーティー実況やっていきます。どうも新しいです。っていうかね、実況っていうか、石がね、石っつうのかな、スターかな、星か、が、スターがね、今、ほら、1万溜まってて、で、今、ドリフェスっていうのをやってて、ドリフェスってやつは、2周年記念のドリームフェスティバル、これは、星4メンバーの提供割合が2倍になってた、この時期に引かにゃ終えんのじゃっていうことなんです。引きたいんだけど、せっかくここまで溜まったから、まあ、一つ動画として、40連動画みたいなの投げようかなと思ってるわけです。見てください、この自分のチームの変弱じゃない。自分のチームの貧弱さを見てほしい。見てほしい、これを。この貧弱さを。ねえ。星4がね、なんと3つしかないですね。心と、サーヤと、おたえしかいないという。実はバンドリ結構ね、最初期からやってましてですね、最初期からやってて、で、一時期バンドリを自分の中で禁止していて、禁止っていうかまあ、やめていた時期があって、そして、アカウント復旧してもらって、2週間前か3週間前かぐらいに復旧して触ってるっていう感じです。だから、確かバンドリのリリースの時から始めて、やってはいるんですけどね。まあそういったごちゃごちゃ言うのはいいので、ガチャ引いていくぞ。もうね、そんな昔からやってるのに、3つしか星野がいないっていうのがね、悔しいんだ。ほら、そして、心が好きなんだけど、心ちゃんが好きなんだけど、中の人的には、さよさんが好き。まあ、クドハル好きって感じ。じゃあ行きましょう。クドハル好きって感じ。ツイッターとかね、動画とか、ロゼリアの活動とか見てるとね、クドハルすごく、いい、面白い人だなっていう。いきなり外したな。いきなり外したな。もう全部見る必要ないだろ、これは。これは、もう見る必要ないだろ。クコロちゃん。キャラとしてはね、クコロすごい好きなんだけどね。声優さんの伊藤美子も別に嫌いじゃないよ。好きだけどね。まあ、まあね。まあ。まあ別に好きだけどねっていう。だけど。答えか。わからんかったね、今。声でわからんかった。で、まあ、YouTuber としては、YouTuber、アミタとか結構楽しんで見てる。ボーリング界めちゃくちゃ楽しかった。面白かった。ボーリング界と、おでん界。おい星音確率2倍とは何なのか。かのちゃん先輩。入ってないやんか。なんか、運が悪いのかな俺は。運が悪いんだろうね。やっぱね。持ってない感がすごい。20連して今のところ星4なし。まあ、渋いことで有名なバンドリのガチャですが、その渋さをもうもろに食らってるという感じかな。さよさんだ。工藤春が真面目にやってるだけでウケる。で、おなじみの工藤春。なんで今、これなんであれなの?なんで奥にこの、すぐ出てこない。ミッシェルの中の人って言っちゃう。ミサキちゃんがいるんだ、これ。なんでミサキがこう奥にいるんだ、奥に。二人そういう知り合いでしたっけ?さあ行こうか。今のところ、20連やって、まあ当たってないと。これガチャシールって何なんですかね。半然としないな。300やったら。ふざけるな !300 もないわ。それぐらい引いてやっと欲しいの当てろっちゅうことだろ。もう、渋い。バンドリはほんと渋くてやめそうだろ。もう、泣いていいですか?バンドリ愛はすごいあるんですよ、自分は。バンドリ愛は。
めちゃくちゃバンドリアはある。アニメも、まあ、一期は見てないけど、二期の方は割って見てたし、あの生放送とかもなんか楽しく見てたし、中の声優さんとかもね、最近全然声優とか知らなかったのに、割と、ね、面白いな、この会話やと思って、調べて。アコだ、アコ。見てるんだよ。それに、その、最初からやってる俺に対して、この、ひどい仕打ち。バンドリア鬼か。今もう7500が消えたぞ。これは、辛すぎて。頼む、バンドリの神様お願いします。俺に星を巡ってください。お願いします。お願いします。ひどすぎるだろ。もうやめろぞ、マジで。これがあったからやめてたんだぞ、俺はバンドリを。バンドリ立ちをしてたんだぞ。このままでは危ない。課金してしまうと思って。やめてたんです、俺は。ひどすぎる。誰の声かわかんない、今。あ、わかんない。ひまわりの声わかんない。猫好きだ。猫好きの人だ。アイナ・アイバさんだ。ああこれはほんまにやめるぞ、俺はバンドリを。組めねえんだからな、ろくなチームを。今回のイベント用にパワフルタイプの星4を入れることすらできないんだからな。ないんだから、星4がないんだからな。やめるぞ、本当に。もうバンドリーやめるぞ。それはまあまあ、もう一つやめたい理由はもう一つあるけどな。好きなんだよ、バンドリー好きなんだよ。よし。で、ね、2日前かな、昨日か今日か一昨日か。うん。あの、劇帝国歌劇団。あの、桜大戦のね、実況もやってるんですけどもね、劇帝がね、カバー曲としてラインナップに入ってくると、しかも結構割と好きな、歌ってる二人は心と、ね、ここ今見えますが、心と、ね、丸山っていうか、心と丸山っていうか、あれだな、アミタですね。アミタイコール丸山みたいなところあるから、その二人で歌って、可愛らしい劇帝国歌劇団を聴けるということでね、まあ、ウキウキではあって、さっき練習して、フルコンボまでは行きましたけど、ハードね。まあ、見てくれ、俺の実力を。エキスパートの俺の実力を見てくれ。愛はあるんじゃ。バンドリー愛は。このタイミングの劇帝とかもさ、なんか、うん。いいなって思ったりするし、愛はある。しかし、ガチャは爆死するし、そして、このプレイヤースキルだ。このプレイヤースキルだ。エキスパートクリアできねえもの、俺ぐらいになってくるの。何回やっても、エキスパートいかないもん。手が、指が頭が動かないもんね。それでもバンドリー、ね、別にそれだからやめるっていう、それでも続けてるよっていうことですけどね。続けりゃいいです、別にね。下手でもね、下手でも。ただ、普通の人よりも、強靭な精神力を持ってないのを続けることなのって、到底無理だけどね。僕と組み、ルートする。歌うこともできんわ。歌う実況者としてバンドリューやることもできん。それでもやめないけどね。じゃあまた、どこかで。バンドリューの実況はもうせんけどな。ほな、またどこかで。